大谷翔平投手、山本由伸投手が所属するドジャースは16日、日本時間17日、東京に本社を置く飲料メーカー、ヤクルトと複数年契約を結んだと発表した。ドジャースタジアムにロゴが掲載されることになる。画像、すごい量だ、嘘だろ、米ファン業店、大谷翔平に用意された1080億円契約の理由を裏付けるシーン。 掲載されるのはガイアフェンスと左翼後方に設置されているパビリオンで、球団は何百万人ものファンにブランドの認知度を高めることができますと発表した。また、宣伝の一環として、ヤクルトのサンプルの配布を複数日間実施するという。ドジャースのロン・ローゼン・クモ、チーフ・マーケティング・オフィサーは、ヤクルトをドジャースファミリーに迎え入れることができ、光栄に感じています。私たちは、 この業界のリーダーの影響と認知度拡大に貢献することを楽しみにしています。そして同社の製品を世界中に提供する試みをサポートできることも楽しみにしていますとコメントした。ドジャースは4月以降航空会社の ANA 全日本空輸タイヤメーカーの東洋タイヤ医薬品メーカーの講和、oh、100円ショップダイソー を展開するダイソー産業配管システム全般の販売を営む専門商社、日本管財センター、化粧品メーカー構成、ハウスメーカーなどの複合企業、木下グループ、機械部品製造業者 THK と複数年契約を結んでいる。